はい皆さんこんにちは今日も明日もあさっても実践あるのみ実践系英語 YouTuber の坂木社長です今日も元気よくトークパート5対策の問題やってまいりましょう今回扱う問題はこちらの問題です まず最初の単語はアラムニーですアラムニーで卒業生たち同窓生たちという複数形なんですねもともとの単数形はアラムナスという単語がありますこれで卒業生とか同窓生という意味なんですね、まあ、特に男子のね卒業生とか同窓生でアラムナスとかアラムニーという言葉は使われてるんですけどももう最近ではアラムニーでね男女関係なく使われることもあるんですねはいということでアラムニー 卒業生たち同窓生たちでした次の単語は sophomore ですこの「ソフォモア」というのは2年生とか2回生という意味なんですねあの関西では2回生っていうんですけど関東では大学でも2年生っていうんですね全然知らなかったんですがまあ2回生2年生がソフォモアなんですね順番に言うと1年生新入生のことをフレッシュマンっていうんですね で2回生2年生がソフォーマーですよねそして3年生になると Jr. そして4年生になると s e ア n i o r というふうになっていくんですねこの4つねセットで覚えちゃいましょう最後にグレイドですこのグレイドというのは動詞で使われた場合は等級をつけるとかあるいは成績をつけるという意味なんですね まあこの場合は大学の話なので、成績をつけるという意味で使われているグレードということになります。名詞で使われた場合は、等級とか成績というね、名詞の意味でも使われるので、一緒に覚えておきましょう。はい、それではこの問題、今日一わかりやすく解説を加えてまいるコーナーです。The college alumni at William Tree University wanted to conduct a survey for the sophomore class of 2022. 空欄 The grading campus policy on campus. こうなってます、はい、じゃあ公文見ていきましょうはいこんなふうになってますまず主語があって前置詞名詞があってそして動詞ですよね主語の後の前置詞名詞は絶対に主語にかかっていきますからこうですはいウィリアム・トリー大学の卒業生たちはですね大学の卒業生たちは トゥーフテイシーしたかったのだとこうなってますはいでトゥーフテイシーのちょっと塊が長いんですけどもその中身を見ていきましょうはい Conduct a survey 調査をすることを欲したつまり調査をしたかったんですね何のための調査かというと For the sophomore class of 2022ですから2022年度の2年生のクラスの調査ということですね はい。そして空欄があって、The grading policy 成績をつける際の方針ということです。大学でのね。はい。大学でどんな風にして成績をつけているのか、その方針、ほにゃららということですね。調査をすることと、こういう流れなんですね。はい。じゃあ、concern に関する選択肢が並んでるんですけども、何を入れたら通じるかというと、これ後ろに名詞がありますよね。 成績をつけるための方針と、大学での、ことこ来てるわけです。ということは、ここ、全知識を入れたら、ちょうど通じますよね。これ、これ、これ、これの、ほにゃならなな。ね。はい。じゃあ、見ていきます。これ、どんな意味で入れたらいいかというと、大学での成績をつけるポリシーに関して、ということでしょう。して調査を行いたいんですよね。はい。じゃあ、どれを入れたら、 何に関してという意味になるかというと答えはでしたこの「コンサーニング」で何に関連してという意味なんですねもともとは「コンサーン」という動詞の現在分詞から出来上がってきたような前置詞なんですけども「リガーディング」なんかもそうですよね「リガーディング」ももともとは「リガード」という動詞の現在分詞だったものがもう前置詞化しちゃったものでこれも何々に関してという意味で大体い同じ意味です。 はい。この concerning と regarding 何々に関してという意味をね、ここで覚えておくといいと思います。はい。ということで、この問題の答えは concerning 何々に関してでした。はい。そしたら知識が定着する論読のコーナーです。The College Alumni at William Tree University。ちょっと主語が長くなったんで切りましょうか。そして動詞の部分。Wanted to conduct a survey for the Sophomore class of 2022. ここで軽くまた切っていいでしょう。The on はい、ここまで意見いっちゃいましょう。はい、じゃあ前から意味確認。大学の卒業生はどこのウィリアム・トゥリー大学の。は、干した。何を干したのコンダクタスサーベ調査をすること。何のための ?2 年生のクラスのための。2022年の成績をつける方針に関して。 大学での、ね、この順番で理解できるようになれば英語の、ね、順番で前から前から理解できたということになりますのでそれを意識して音読しましょうそれではどうぞ。The college alumni at William Tree University wanted to conduct a survey for the sophomore class of 2022 concerning the grading policy on campus. The college alumni at William Tree University wanted to conduct a survey for the sophomore class of 2022 concerning the grading policy on campus. The college alumni at William Tree University wanted to conduct a survey for the sophomore class of 2022 concerning the grading policy on campus. The college alumni at William Tree University Wanted to conduct a survey for the sophomore class of twenty twenty two concerning the grading policy on campus. The college alumni at William Tree University. Wanted to conduct a survey for the sophomore class of 2022 concerning the grading policy on campus. The college alumni at William Tree University wanted to conduct a survey for the sophomore class of 2022. Concerning the grading policy on campus. The college alumni at William Tree University wanted to conduct a survey for the sophomore class of 2022 concerning the grading policy on campus. The college alumni at William Tree University wanted to conduct a survey for the sophomore class of 2022 concerning the grading policy on campus. Good job!